どうも、来ています、です。はい。今日は皆さんにお願いがあって、この YouTube を撮っております。はい。えー、1月にですね、石川県の方で大きな地震がありまして、それに伴い、なんと、使えなくなったプールが出てきてしまいました。石川県の、七尾市にあります、スポーツギャザーというプールですね。こちらのプールが、もうすでに現在使えない状況になってしまっておりました。はい。 まず、地盤の方が傾いてしまって、地割れも大きい、いプールの方もですね、傾いてしまって、現在使うことができない安全性に、えー、確証が持たないという状況でありまして、こちらのプールをどうしても、えー、使えるようにしたいスポーツギャザーを復活させたいという思いがあります。はい。現在、代表の高橋さんが、えー、クラウドファンディングを行っておりまして、そちらの方で えー、こちらのプールを復活させていくという資金を、えー、募集しているんですけども、そちらの方に私も感銘を受けまして、こちら皆さんにお伝えして、皆さんの方にも、えー、この現状を知ってもらいたいという状況でございます。はい。でね、まあ、このプールっていうのがですね、まあ、ジュニアオリンピック選手であったり、まあ、もっと言うと JO 決勝優勝選手も出してるぐらい優秀なプールでございまして、 今期夏ですね。去年の夏で言いますと、えー、ジュニアオリンピック選手が3名。そして、決勝に残る選手が1名。2020年には、えー、ジュニアオリンピックでの優勝選手が出るぐらいのプールでございました。他にもね、まあ、ジュニア選手、ここのプールに通っていたっていう選手、育成の選手、たくさんいます。はい。そういった選手たちね、現在は違うところで、 泳いでると思うんですけどもここのプールに思い入れはしっかりとあると思いますしここのプールが復活すればきっと戻ってくると思いますはい。おそらくね、まあ、資金が集まって復興するってなっても結構時間はかかってくるとは思うんですがここのみんなの思い出が詰まったプールっていうのをなくすわけにはいかないという思いが僕にはありますはい。なので皆さんもしよかったらこちらの方のクラウドファンディングのページを是非ともう覗いていって ください。現在の現状と言いますか、えー、代表の高橋さんであったり、子供たちの思いがしっかりと伝わってくると思います。はい。えー、地震からは、だいたい今2ヶ月経過しましたけども、まだ現状復活、復興してないところっていうのがあるのも現状でございます。まあ僕も水泳をしていて、皆さんも水泳をしてますよね。はい。まあこういった現状をですね、なんとかしたいと言いますか。 まあ我々もこういった現状を受け止めて何かできることはないかということをえ考えていきましょう。はい。では、今回以上です。